おばあちゃんは本当やべえ、とにかくやっぱりね、優しくいたわらないとやばい、本当にもうちょっとしたことでさ、まずいことになっちゃうからさ。そう、いやだからね、俺もさ、だってそこら辺でさ、うん、めっちゃ焦ったし後悔したの、うん、でさ、うちの実家さ、すっごい狭いじゃん、あの廊下とかさ、今ね、どっかでボトムに落ちちゃうんじゃない？いや、そうそう、いや、落ちないよ、落ちないよ、それはさすがに、さすがにそれはない。だけど、落ちたの？いや、私でも子供の頃落ちそうになったことあるんだって、危なかったんだって。いや、でも落ちたら即レスキュー呼ぶんじゃない？ね、なんかさ、でもさ、何分ぐらい息持つのあれ？なんかの事件っていうかさ、ニュースで、いやでも実際にいたんだってよ、あのうちのお母さんの同級生でポットンベンチに落ちちゃった子いたんだって、同級生で女の子で、その子は助かったみたいだけど、ただその後が助からないじゃん、いじめにあっちゃうじゃん、うん、あいつ落ちたんだぜっていつまでも言われるじゃん。なんか俺が普通ニュースだとさ、三国地帯でさ、うん、あのトイレってボットメニューなんでね、海外もね、うん、でそこでさ、うん、結構山頂に近いとこかなんかで、うん、なんか女性トイレでさ、うん、このボットメニュー落ちちゃって、うん、頭から落ちちゃって、スマホを落としちゃって取ろうとして落ち、頭から落ちちゃって、とかっていう風な、三国地帯とか無理じゃないの、そのスマホをなんとか探り出して、そんでレスキュー呼んだらしいけど、だからな、結構山岳地帯だから時間かかるんでしょ、そんでも生きてんだからさ、生きてるんだ、じゃあ意外とどのくらい長い間生きられるんだろうね、何時間大丈夫なんだろう、ね、毒ガス充満中じゃん、そうだよ、あ、まあ、でもさ、ほら密閉はされてないじゃん、一応その蓋があるから、地獄だろう、いや地獄だと思うよ、それは地獄だと思うのよ、それは辛いと思うけど、まあでもちょっと話変わるけど、変わっちゃったけど、うん、そのだからね、おばあちゃんってさ動きが遅いじゃない、それでその、ね、実家のね廊下が狭いのね、うん、狭いからおばあちゃん歩くと、もう通路塞いじゃうわけよ。で、うちの実家ってさ、玄関があってすぐトイレでお風呂で台所でってなってるわけだから、そこを塞がれちゃうから、お風呂に用があっても、トイレに用があっても、どっちにしろ行けなくなっちゃうんだよね。だから、まあ子供のうちってさ、まあトイレ我慢できるからね、多少ね、そんな小さくなければ。いやなんかね、子供の時は邪魔だなって思うけどさ、そうあれね、いろいろな、いろいろとさ仕方ないんだよね、大人になってくるとね、だんだん分かってくるけどさ、なんかさ、これはね無限にできないっていうかね、そう無限にできない、子供の時は残酷だからさ、そう邪魔なもんは邪魔ぐらいしか思わない。でもさ、うちもさ、それで結局ずっとおばあちゃん一緒に生活してたから、うん、私いつぐらいかな、途中から来たんだよおばあちゃん、うん、なんかうちのお母さんの方の実家でちょっと無下な扱いを受けてるみたいな、そういう話で、うん、そんでうちのお父さんが、だったらそのおばあちゃんうちに呼べばいいんじゃないかって言ったらしいのよ、うん、それで、そうそう、なんか人呼ぶの好きじゃん、うちのお父さん、それでお母さんが呼んで、で実家で一緒に暮らし始めたらしいんだよね。だからお父さんの方じゃなくてお母さんのおばあちゃんだけど、うん、そんで一緒に住んで、だから私がもうさ物心ついて、いや幼稚園の時にいなかった、小学校の時に一緒にいたんでね。その時さ2人ともいた、両親のひいぼおばあちゃんいた、両方いた。ちなみにひいじいさんは両方ともで死んでたよ。そう、あの、ね、男はよく知らない。私もひいおじいちゃんいなかった、両方とも見たことないの、あの両親ともいなかった、なかったなかった、ひいおばあちゃんしかいなかった、ひいばあさんは生きてた。そう、あ当時 ね、うん、俺もひいばあさん、ジャマトとあの中畑の方、うん、ひいばあさんが生きてた。でひいばあさんはお父さんの方のひいおばあちゃんは、私が小学校2年生ぐらいの時に亡くなって、うん、それで確か田舎で大きいお葬式あったんだよね。あのほら、あそこ家でやるのよ。家でやるお葬式、うん、そうそうそう。あれでやって、600万だ、700万かかるからね。そうだよね。だからそういうやつ、多分だからサトシの方は立派なやつなんだろうけど、それよりはもうちょっとうちは多分ランクの落としたバージョンだと思うんだけど。だとしても安くないよ。まあ安くはないと思う。結構参列者もいたし、うん。公園で絶対赤字なの。で、間に合わねえ。で。それ
それが小学校2年生ぐらいの時で、でうちの一緒に住んでたひいおばあちゃんは私が高校1年か2年かそのぐらいまで一緒にいたって言っても最後の1年ぐらい病院だったのよおばあちゃん。ああでもそうそうあれあれあれ。そうそうそうだから一緒には最後まで暮らせなくて。墓ってどうなってんの？え？墓石とかどうなってんの？あそっち。お墓どうしたんだろう。いやでもうちね、うん、お墓うちのお父さんはさ、うん、あのほら福島のあのお墓なんだけど、まだあるの？お母さんの方のお墓は2箇所あっていつも肌野と厚木に行ってたのよ。多分肌野のお墓がおばあちゃんの方なんだと思うの、うん、厚木のお墓がお母さんの元々の実家で、もともとさそのお母さんの方のひいおばあちゃん栃木に住んでて、うん、でそっちの方から、うん、なんかどんどんなんでこっちに出てきたんだっけな、うん、でも旦那さんと死に別れてそれで多分そのおばあちゃんの娘、まあだから私にとってのおばあちゃんなんだけど、うん、そこの家に同居するようになって、で、そこでの扱いがあんまり良くなかったみたいな、そんな話があって、うちに流れ着いたというかさ。だからやたらそのおばあちゃんお父さんに気遣ってたのよ。お父さんほらつまりまあ他人なわけだからもともとは、ね、そうそうそうだから私は居候だからよってすごい言ってて、うちの実家はね、うん、そういうことはなかったけど、うん、うんまあね、そうだけどさそれがなんか立場がそうだったらそうなるんだろうな、うん、うん、なんかねだからそれでうん、だから結構その体はもう弱っちゃってたけどそれでもあのお母さんの家事手伝おうとしたりとか、うん、あの洗い物手伝おうとしたりとか風呂掃除手伝おうとしたりとかあでもやんないでほしいやつだよな。そう、そうだからそれなんだよ。それで結局ね私なんかお手伝いをしなきゃいけなくってさ昔の人ってさしかも作業めっちゃ適当じゃん。結構雑じゃない？汚くない？なんかいや洗い物もだって残ったりとかさ結構汚いね。そうそうだからねおばあちゃん力が弱いから洗い物結局汚れが残っちゃうの。そんでそれをお母さんが嫌がってそれでだからばあちゃんが出てくる前にあんたたちが手伝いを終わらせなさいってそれは自分でやれやそう親だね。だからそれでね子供におばあちゃん一緒にいなければなって思ってたのよ子供の頃はさ、ね、だっておばあちゃん出てこなかったらもうちょっとゆっくりできるじゃんって思ってたわけよ、うん、だって小学生ぐらいだったから子供の時はそう思うよね。そうそうそうだから今にしてみればね、そうだからそういう事情とかも知らないでさそうやって言ってた話なんだけど時すでに遅しなんかねそういろいろだから大人になってから知ったことが多いからさ、まあね、当時ね、うん学生のうちは気づかないよね、うん、だからさおばあちゃんもさ自分の兄弟ぐらいの感覚で一緒に暮らしてたのよ。結局ほら立場の違いはあるじゃんおばあちゃんだから。だから目上の人なのは間違いないし親にもやっぱりずっとそうやって目上の人は尊敬しなきゃダメだみたいなことをずっと言われて育ってきてるから、うん、だからそれはそうなんだけどおばあちゃんだから友達とは違うんだぞみたいなそういうのはさ言われてきてるんだけど、だけど一緒にずっと同じ部屋で暮らしててね、だから兄弟の延長みたいなさそのぐらいのつもりでいて、だけどおばあちゃんは動けないのよ。動けないからさ、だからそれで結局そういう一緒に生活しててやっぱりうまくいかない部分だったりとかさ、そういうなんか病院の送り迎えとかも、うん、あ行ってきてって言われて、え静かに、あそうで私結構だから言われた、いや毎回じゃなかったと思うのよ。だから私がいないときはお母さん行ってたんだと思うけど、私がいるときなんかはじゃあばあちゃん病院行ってるからお迎え行ってきてって言われて、うん、それでおばあちゃんお迎え来たよって言ってさ病院行ってね、そんでばあちゃん連れてその大通りを渡るのにさ、うん、そのさっき言った通りその横断歩道がなくてね、そのすごいビュンビュン車が通るのよ、全然止まってくんないのみんな、うん、いやほんとねこうやってさ手上げてんのに止まんないのよ、ほんと止まってくんないの。トラックそうだね止まってくれんのトラックだったな。
あ、トラック。なんかね、大きいトラック止まってくれるの。バスとかトラックとか。そうそうそう。なんか、めちゃめちゃ大きい車止まってくれるよね。なんかしてたけど、なんでよ止まってくれるのと。法律で決まってんからね。仕事だからか。そう。なんかあの、いかついトラックのおっちゃんとか止まってくれんで、ね、なんか。あれさ、なんかだ、ちゃんとやんないとダメなんだよ。そうか、仕事だからなのか。うん、いや、でもそう、めっちゃ止まってくれる。なんか、後で、うん、トラックが落ちるんだよ。うん、ね。そう、そんで。法定原子車みたいなやつ。だから止まってくれない時にね、でそれをさ、なんとかさ、そのね、動きがね、本当にね、こうのっそのっそした動きだから、いや、こんな動きで車の合間通れないじゃんみたいなさ、それ通って戻ってこなきゃいけないとかさ、うん、いや、このミッション無理だろみたいな。なんかさ、うん、うちのお母さんがもともと子供の頃からずっと主婦やってるから、その辺の影響なのかなっていう気がする。違うでしょ、だってそれお父さんがさ、お母さん、お母さんがそこで買い出されちゃったら、家事とかそういうの やるの、俺がやんなきゃいけないの、やだんだけどっていう、そこでしょ。いや、そうだからね、お母さんにコーヒー入れさせたいから、それでお母さんを独占したいから、うん、多分そうなんですよ。だから俺の奴隷を取るなよって。それもそうだし、お母さんがそのね、子供の頃からね、お母さんの母親、私のおばあちゃんに当たる人なんだけど、うん、その人が体は丈夫なんだけど、うん、メンタル的に弱い人だったみたいなの、うん、なんか鬱みたいな、そういうのがあって、うん、それで家事ができなかったみたいなのよ、うん、で結局それがあっておばあちゃんが母親代わりみたいなことをしてくれて、そうだから、つまりそのひいおばあちゃんで一緒に私が暮らしてた、うん、だからお母さんからしてみると実際の母親ってそのおばあちゃんみたいな感じで、うん、ただおばあちゃんだからやっぱりそんなにできる感じではなくって、だからお母さんもそのやっぱり弟たちがいるから、お母さんのね、だからそのために主婦をやっててみたいな、そういうのがあって、だからお母さんが長女でそういう役目を果たしてきたから、そういうことをやるのは長女の役目だって思ってんだよね。だから私が長女だからそれをやらなきゃいけない。でも静かまだ長女って言ったって子供だろ。そう。でも大人の長女やね。でもお母さんは子供の頃からそれやってるわけよ、小学生の頃から。うん、だから何、うん、だからそれとやっぱり同じ扱いをされちゃったみたいなのがあるんだよね。結局さ、自分が育っ、お父さんや妹さんやってないやってね。そうそう、妹は全然やってない。弟はちょっと手伝いましたけど、妹は全然。だから妹だからやんなくてよかったの、それは。あの、守られる立場だから。で、結局ね、親がどういう育ち方をしたかってすごく大事なんだと思うの。だって子供になんだかんだでそれを押し付けるじゃん。うん、自分がこうだったんだから、子供だって自分がこのぐらいの年になったら、こうやるだろうって。だから私が小学生の時はこのぐらい手伝いしたんだから、自分の子供だってこれぐらいの手伝いはできるはずだみたいな。うちの親父そうじゃないよ、うちの親父はね、だって中学校の頃畑の手伝いがどの方のとかって言ってたじゃない、うん、俺そこら辺強要されたことないんだよ。俺自ら自分から、うん、あの畑の手伝い行ったりとかしてたのね、うん、って言っても今思うと邪魔してた気がするんだけど、うん、遊びに行ってただけの気がするんだけど、うん、ね、うん、ただサトシの環境特殊だよ。だって実際にサトシの育てのお父さんとお母さんって結局おじいちゃんとおばあちゃんだったんじゃないかと思うと、なんかお父さんがさ、年が離れたお兄ちゃんみたいな感じなのよ、なんか話聞いてると。だってね。そう、だからなんかあんまり父親遊び道具じゃんっていう、そう、生活費じゃないでしょ。そう、だからだって月謝とかあってさ、ばあさんが払ってる。そう、だからサトシを養ってたのはおじいさんであって、うん、で実際の生活の面倒を見てたのはおばあさんであって、うん、そうするとお父さんってたまに来て一緒に遊んでくれる親戚のお兄ちゃんみたいな、そういう感じのだったじゃん。だからまた特殊なんだよね、親とは思えない。あの 親らしいことって言ってもね、で中学になってからいきなり親として敬えっていうことはなってもな。だからそれお母さんの建前そうしたわけでしょ、きっと。お母さんがそういう風に言うから、うちはだからそのお母さんがね、そのまあ弟くんに対してさ、私はこうやってね、教育方針はこうやっててみたいな、そんな話をいろいろしてさ、だからその影響か何かで
大体なんか親ってさ、その自分が歩んできた同じ道をやっぱり子供に用意する傾向にあるんじゃないかな。自分より上になってますね。道はさ違えどさ、自分より上になってほしいと思わない。いやだから結果としてそうなってほしいはあっても、結局なんかその提供できる環境っていうかさ、生活環境とかさ、結局そういうのは自分が歩んだ道、これは基準になっちゃうじゃん、うん、一つの。だから自分がこういう風に育ったから、まあ、自分は子どもの頃親にはこういうの禁止されてたなとか、うん、だからこういうことしたら親に殴られたなみたいなさ、うん、そんなんだったりとか、だからそういうのがこのやっぱ染みついてて、でそれ基準にして、で子供に教育するわけで、私の場合だとお母さんは自分がやっぱりその母親が母親の役割をできなかった人だったから、だからお母さんは早くからまあ一家の主婦として働かなきゃいけなくって、特殊なイベントあるじゃん、うん、運動会とかいろいろあるじゃん、うん、ああいう、まあ、入学式とか卒業式とかかな、うんうん、あれね、正直ね、普通に親に来ないでほしかった。じいさんばあさんは来させるのは気が引けんのね、うん、で別に他の親が来てたとしてもさ、うん、俺は親がいないんだくらいしか思ってねえからさ、うん、母親がいないっていうのは初めからそうだったじゃん。そうだ、ね、で途中から現れたのそれは母親じゃないしって感じだし、うん、で親父だってさ、まあ、いつもいなかったわけじゃん。いつもずっとってなんか、うん、あんまりいなかったって感じかな、うん、でたまにそういうイベントだけ来ててもさ、うん、普段からいないのにそういう時だけ来てもねって思わない。ああそうね、うん、ああいう風な特殊 なんか卒業式やってさ、親が行くんだよ。その親というノルマとか仕事やら子供のそういう行事つうかさ、普段の、うん、そういうのやった上で、まあ、それが 親なわけじゃん。うん、それがその人たちが行くわけだよ。そうね、うん、だから、ね、上の上より育ての親ってやつだよ。産んだから偉いわけじゃねえよ、うん、でましてやお父さんから生まれてないから余計にそう思っちゃう、うん、ただ子供はばらまいただけだろ、うん、で母親の方が偽物出したの、うん、小さい頃、俺が小学生の頃、中学年ぐらいかな、うん、うちのばあさんがさ、なんか俺のその母親がいないからってことで不憫でってことで、うん、たまに泣いたりとかしてたんだよね、うん、かわいそうでどの子とかさ、うん、で俺もさ、まあ正直母親に会いたかった、うん、でだけどね、うん、なんか嘘ついたわな、ばあさんにね、うん、普通になんか俺はなんかばあさんとか、その、なんていうの、ばあさん、ばあちゃんだけいれば、うん、もうそんでなんか十分だよとかさ、うん、そんだけでいいよとか、そんな感じの。そうすんだばあさんね、なんか普通になんか喜んでんのか泣いてたけどさ、うん、本心はね、やっぱ会いたいわな、うんうん、そういうようなこともあったな。いろいろ複雑だわ。もう寝てる。あ、ホッピー寝てる。あれだってさ、海の親より育ての親だから懐くんだよ、うん、みんなそんなもんだろ。そう、ね、これ人間に限らずどの動物でもみんなそうだろ。ああ、猫だってそうだろ。形は違ってもね、一緒にいる方に慣れちゃうんだろうし。それは飯やら何やらちゃんとさ、うん、面倒を見たりとかってそっちの方だろ、うん、親がエレベートしたらさ、うん、どうするんかってのがさ、でも選ぶ親が分かんないからな。分かんないよ、うん、だってね、子供なんてね、判断できないんだから、自分のこと目いっぱい甘やかしてくれる親がいいに決まってんじゃん。そんでさ、大人になってからさ、毒ズニートになってからさ、親が甘やかして俺に何も教えてくれなかったのか悪かったんだとか言ってさ、ね、もう最悪だな、それ。何様だよ、みたいなさ。何様じゃない？でもニートできるから幸せって、でもなんか、私だって大人になってから幸せだもんな。なんか子供の頃に比べればさ、自分で選べるからさ、うん、だって子供の頃ってさ選べないんだよ、うん、本当にさ
いや、うちの親はさ、そんなさ、ガッチガチにね、この道を行けみたいなさ、そういう親ではなかったけど、そんでも、親が許してる範囲内でしか動けないし。漠然とした。うちのじいさん、ばあさんが、いや、ばあさんがいてるのはさ、うん、長男だから、なんかしっかりくらいのさ、漠然としすぎて何もわかんなくて。うちのお父さんのさ、同年代のおじさんたち、多分優しくて立派なのよ。だからね、子供が全然働かなくて自立しなくて困ってるとか言ってね、志賀さんのところは3人ともね、子供が自立して偉いなって言うわけ。その方が幸せだったからだ。そう、自立した方が幸せだからだよって普通にさ、搾取されるから出てったんだよって、そう話して。いい環境を与えすぎるのって問題なのかもしれない。だからね、それをさ、お父さんがさ、もうなんかさ、鼻高々にね、いやだからね、いつまでもね、面倒見てんとかいけないんすよっつってさ、そりゃだってうちの親の方がさ頼ってきたら、そりゃ子供は逃げるに決まってんだろ。じゃあ俺も頼りゃいいの最終的に。でも最終的にそうかもよ、逃げるうちだから春とか金貸してくれよって。もしね、そういうクズみたいな大人に仮になっちゃったとしてよ、うん、そしたらこっちがそれ以上のクズになって返せば、多分ハルトは逃げてくる。今まで面倒見ただろ、100万よこせよって。そう、そう、俺たちはもう働かないからなって言って、お前が大人なんだからもう養う番だぞ、逆なんだからな、逆転してんだからなとか言って言ったら、もうハルトもきっとそそくさと逃げてくんだと思う。そうなったら大人になった時に、あ、これやべえ親だって、ね、だから私らのさ、親がしたように同じようにやったら、まあ普通なのね、本当に金貸してが無限大だからな。静かの静かのとかって無限大に、いや無限大だよ、無限大、無限大、うん、もう本当に貸してだったの、いや将来だったの、いや貸してだったよ、最初もちろん貸してだったよ。それはもう帰ってこない、だって出世払いだから。あ、出世しないのに出世払いっていうやつだから。でもね、クズ親にはなりたくはないけどさ、時として必要なのかなとか思う。必要枠ってやつかしらね。悪者になったら違うのかな。でもさ、うん、そんな悪者になっちまったらね、うん、きっとね、老後あたりでね、結構苦しい思いする気がする。あ、まあ自分は苦しいでしょうね、うん、いや私もう絶対協力は絶対いらないもん。いや私絶対お父さんの面倒なんか見ないもん、うん、なんかさ、うん、別にね、面倒見てくれとは言う気はないけどさ、うん、例えば、うん、ちょっとこの部分協力してくんないっていうさ、うん、金払うからこういうの協力してくんないとかできなくなっちゃう人じゃん。いや無理無理、関係が悪くなっちゃうとね、うん、悪くなっちゃいそう。うん、俺も親父には協力しないの。